どうもこんにちは、しゅんじです。先日ね、初めてこうパソコンの画面を見ながら、こうトークをするっていうね動画撮ってみたんですけど、いつもと声違いましたね。あのゲーミング PC にセットしてるこうマイクを使ったんですけど、なんかこのいつも撮ってるこのビデオカメラと声が違ったんで、こう編集してる時になんか自分でも違和感ありましたね。マイクの設定がねちゃんとできてなかったんですけど、なんか想像以上にたくさんの方にね、あの動画の方見てもらえたんで本当に嬉しかったです。また何かあの違う商品とかあのトミカなんかでもね、あのチャレンジしてみたいと思います。で、今日なんですけど、トイザラスさんでジュラシックワールドのマテル商品がいっぱい出てたんで買ってきたんで、今日はどんなのを買ったのかね、サクサクっとご紹介していきたいと思います。まずね、手前のちっちゃいのからいきますね。こちらジュラシックワールドサバイバルキャンプ神々コレクション、もうおなじみの商品ですね。で、恐竜なんですけど、カルノタウルスに、これが、トリケラトプスで、あとスピノサウルスにベロキラプトルですね。これね、ベロキラプトルの4種類となってますね。そう、恐竜自体は新しくなってないんですけど、色が変わりましたね。前ね、カルノタウルスなんかめっちゃキラキラしたやつだったんですけど、これキラキラしてません。で、トリケラトプスとかも、キラキラじゃないバージョンの、恐竜になってますね。結構ね、そう、神々コレクションね、やっぱり人気あるからか、あの、色違いのね、恐竜いっぱい出してきますね。で、次ね、下と、あとね、上にも並べてます、ジュラシックワールドリアルミニアクションフィギュア買ってきました。まずね、こちらね、スティギーですね。首傾けてる。うちの犬みたい。めっちゃ可愛いな。ミニアクションフィギュアでね、スティギー前に出てたと思うんですけど、茶色カラーだったかな？なんか色変わったバージョンで今回登場してます。2体目は、アタックベロキラプトルですね。背中なんか押してて、マークがあって、ここにボタンがあって、ボタンを押すと、なんか前足が動くようですね。アタックって何なんだろう。なんかちょっと変わった名前になってますね。で、これね、さっきのもそうなんですけど、カードとあとシールが入ってますね。次はね、プレシオサウルス。リアルミニアクションフィギュアでプレシオサウルスあったかな？なんかあったような気がするんですけど、僕は持ってないんで、これ初めてですね、このサイズのプレシオサウルス。はい、こんな感じのね、顔になってて、めっちゃ可愛い。で、これも背中のとこに、こう、ボタンがあって、ボタンを押すと、稼働するようになってるようですね。いや、これもどんな感じの動きするのか楽しみですね。で、最後はジャンプベロキラプトル。これ名前のまんまなんですけど、背中のところをグッと押し込ませて、こう座らせて指離すとジャンプするようになってるフィギュアです。色がすごくて、赤色に、緑色のね柄が入ってて、めっちゃ凶暴なカラーになってますね。はい。で、くるっと回して、後ろこんな感じ。これも、カードとシールが入ってて。で、これね、上に書いてます。ジュラシックワールドファクトのアプリを使って、こう DNA コードをね、使って、こう読み込ませて遊ぶことができるようになってますね。残り3体の恐竜はね、そこそこサイズが大きなフィギュアになってますね。まずこちら、ジュラシックワールドアクションフィギュアクリオロフォサウルス。いや、これ、すごい。めちゃかっこいいですよ。色がね、暗い青色に、こう、トサカのところね、あと背中部分がオレンジ色になってて、めちゃめちゃ凶暴な感じしますね。こちらね、肉食恐竜なんで、まあ、ぴったしのカラーリングのような気はします。はい。で、くるっと回して、後ろにはアクションのね、説明書きが書いてあって、尻尾を動かすと首振るようですね。音は？あ、音も鳴るかも。これね、マークがあるから多分音鳴りそうですね。あと、カードとシールが入ってて、ジュラシックワールドファクトのアプリを使って読み込ませることができるようになってます。で、次がこちら、シノケラトプスですね。大きなサイズのシノケラトプス。これ前にご紹介したことがあった気がするんだけど、どうでしょう。そう、色が変わったりしてるのかな。まあ、またね、あの、取り出してきて、あの、並べてね、見比べたいと思います。箱はこれ違いますからね、ほんと新しいですね。これ、サバイバルキャンプ仕様になってて、これね、音が鳴るようになってますね。はい。で、後ろです。アクション書いてますね。尻尾を動かすと、あ、これ、こう、首、こう、回すようになってて、あと上下にも動かすことができるようですね。で、次はね、こちら。ジュラシックワールドダメージ T-REX です。いや、かっこいいの来ましたよ、皆さん。T-REX の新しいフィギュア待ってた方多かったんじゃないですかね。いや、僕もその一人なんですけど、いや、かっこいい。やっぱりマテル最高の作りしてますね。で、これ、なんかね、背中にボタンがあって、ボタンを押すと、ここ、今何もないんだけど、
なんかこう赤くなってこう傷を負ったような感じになるみたいですね。いや、やってみたい。これね、 今できるんですけど、やっちゃうともう面白くなくなっちゃうんでまた後日ね、ご紹介しますね。はい、くるっと回して後ろはねこんな感じで、あ、口も開閉するんだ。すごいすごいすごい。そう、多分ね違うと思うけど、 Amazon で T-Rex とスピノサウルスのフィギュアね、あの予約注文しちゃったんですよ。これだったらショックだなかぶっちゃう。はい、で残りなんですけど、恐竜じゃないです。はい、最近、僕ちょっとハマってますサメですね大きなサメフィギュア、あの見つけたんで、かっこよかったから買ってきました。めっちゃ大きくないですかこれこれさっきの T-Rex のフィギュアの箱よりね大きいんですよすごい。これね、面白いのが飲み込みアクション付きで、このちっちゃいフィギュアを口の中から入れることができるようになってるようなんですよね。で下から取り出せるみたいです。はい、で、くるっと回して、後ろはこんな感じになってますね人が食べられそうになってる、危ない。はい、これまたねご紹介します。で最後ね、これはね結構前から売ってたんですけど、そう、そこそこね大きなサイズのね、あのサメフィギュアが入ってて、稼働もするみたいなんですよね。まあ、どんな感じの動きなのかちょっと気になったんでね、買ってみました。はい、で、くるっと回して、後ろこちらとなってて、あ、名前ね、ワイルドクエストオーシャンアニマルプレイセットですね。大きなサメ2匹は、背びれを押すと口を開けたり閉じたりできるって書いてますね。そこそこね大きなサイズのフィギュアになってるんで、これも豪華セットになってます。こちらね大量に購入した、恐竜商品の方ね、サクサクっとご紹介したんですけど、いや、どんどんね色が綺麗になっていきますよね。カラフルな恐竜フィギュアがどんどん出てきて面白いですよね。またそれぞれね、じっくり動画の方で、ご紹介していきますので、よかったらぜひ見に来てください。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。あと、インスタ、ツイッターもやってますんで、説明欄の方に書いてるんで登録の方よろしくお願いします。でね、 DM でねメッセージいただいてる方、ちょっとねあの確認して、あと返信するのが時間かかっちゃってるんですよね。すみませんけど、その辺はご了承ください。じゃあまたね、バイバーイ。